いただきますそれでは二十一年度回答当選者ハイスロム理事長であります一般社団法人横浜青年会議所坂倉健君よりご挨拶をいただきます坂倉理事長よろしくお願いいたします、はいえー、本日は石田回答を率いれます 団法人日本青年会議所の7月の理事会、このように横浜の地でご開催をいただきまして、横浜青年会所を代表し、厚く感謝と御礼を申し上げます、誠にありがとうございます。また、このように多くの理事会構成メンバーの皆様にもお越しをいただき、そして私の右後ろの方にはです、ね、野波尚文先輩をはじめしております 横浜青年会所の OB 処刑士の皆様、そして、えー、総勢80名のオブザーブをお許しいただきまして、誠にありがとうございます。野上明さんは、慶応大学卒業後にですね、えー、キリンビール株式会社に5年間、えー、仕事をされて、その後ですね、また慶応大学の大学院に2年間戻りまして、経営を学んで。 それからですね、今、家業である企業、株式会社、企業券の今、経営に携わっておられます。えー、まさにですね、横浜青年会長の中では、親子3代連続の理事長ということで、まあ、これ以上完璧なものはないぐらいの血筋の方でございまして、うん、また、仕事においてもですね、非常に優秀な方でございます。 えー、2013年に野波明さんは横浜青年会所に入会をされて毎年着々と役職を必ず一つずつ、えー、上に上がりながらレ、えー、ベルアップをされていきながらですね崎陽軒さんのお新米弁当も着々と10円ずつ、えー、値上がりもしながらですね、えー、横浜青年会所としては値上がりしないように一生懸命食べているところであるんですけれど,もどうしても上がってしまうと。えーまあ 年間600万食ですから、まあ、ざっと6000万、えー、10円で上がるわけです。ただしです、ね、これはあの出向者支援の立場としてです、ねえー、弁護させていただきますと、まあ、これはです、ね、よりいいものを作るためには当然お金がかかるわけでございまして、これは適正価格であるということだけは、えー、お伝えをさせていただきたいというふうに思います。そしてです、ね、本年はあ石田会頭の絶大なるご賞をいただきながらです、ねえー、国家グループの担当副会頭として。 えー、本当に最高のですね、えー、成長の機会をいただいております。崎陽軒という会社はですね、えー、実はあ長崎に長崎ご出身の方が創業で作られた会社でございます。そして、えー、シューマイもですね、実は長崎発祥の食べ物ということになります。えー、そして崎陽軒の崎陽という字も、これは長崎の地名から来ている。 名称となってておりまして、まあ、よくですね横浜青年会社の理事長というのはこのサマーコンファレンスであったりこの7月の理事会の場でですね横浜という地はその異文化を積極的に取り入れて新しい文化を伝播してきた土地柄だというふうにご説明をさせていただくんですがまさにそれは崎陽軒の会社の歴史そのものでありますまた昨今ではですね崎陽軒さんではこれはあの野波 専務としてもですね、えー、敏腕なその経営手腕をいかんなく発揮されて、スイーツの専門店まで、えー、作られています。まあ横浜市民のですね、えー、胃袋をこれ以上まあ掴んでどうするのかなというぐらい、えー、まあ本当にあのあくなきですねそのアイデアとアクションをとにかくか、えー、け続けながら、えー、常に改善を目指していく。 そういった仕事ででもそそううういいい姿勢を持っていらっってらしゃる方であります、まあ、そういったです、ね、野波明さんを、今年に関しましてはです、ね、関東地区担当常任理事の大崎会長がです、ね、これは横浜から出る回答じゃないと、これは関東から出る回答でもあり、神奈川から出る回答でもあるというような力強いおこ葉もいただいておりまして。 まあ本日、このようにですね皆様に赤ジャケットをお召しになってもいただきながらですね、こういった記念すべき日を迎えられますことを、本当に感銘を受けている次第でございます。えー、横浜青年会議所2000名を超える先輩、処刑士、並びに現役のメンバー、総意をもってですね、横浜、失礼いたしました、野波明さんがですね、2021年の回答職をしっかりと全うさせて。 2021年の全国の青年会議所の希望となれるような回答のお仕事をしっかりとできるように全力で支えてまいりますので、何卒野波明をよろしくお願い申し上げて、推薦人の弁当をさせていただきます。あありりががととううごござざいいままししたた理事長 それでは、公益社団法人日本青年会議所2021年度、回答当選者であります、野波明君よりご挨拶をいただきたいと思います野波会頭当選者よろししくお願いいたします。 従業員にいつも笑顔でたまに厳しく常に先を考え行動する姿を見せてくれます横浜青年会議所でもリーダーシップを発揮している姿を見て嬉しく思っております2016年度彼が委員長の時に私は副委員長で活動をさせていただきました私のしたいことすべてを受け入れ柔軟に対応していただきました2021年度も積極的な変化を受け入れ活動していただくことに期待をしております 私は彼に非常に幼なに成長させていただきました彼は横浜の中田です彼とは同期理事として共に活動をしてまいりました彼の覚悟をしっかりと受け止め横浜 JC 一丸となって支援してまいります 彼が理事長の時に1年間一緒に活動させていただきました彼のぶれない精神力は大のです素敵な笑顔とまっすぐな姿勢そして何よりも声の大きさで日本全国をしっかりと導いてくれると信じています頑張ってください 3年前私は彼を約束をしましたイエスと見つけてまもなくその約束を出すと願います一緒に頑張ろう昨年12月一人の 男の子が誕生,しました生まれた時の体重はわずか8 0 0ム。生まれてすぐにさまざまな装置につながれ保育系へと入りましたそんな彼ですが日々多くの医師と看護師に見守られそして退院までの5か月間一日も 休むことなくその子供に対し愛情を精一杯注ぎ続けた母親に育てられおかえさめをもちまして今では体重6キロを超え家の中でお兄ちゃんやお姉ちゃんに可愛がられております今の私は一日一日生きることに 精一杯の状況なんだろうか今の私は自分ができる知見、経験に基づいて精一杯のことをできているのだろうか。今の私は誰かに対して愛情や優しさを持って接していることができ,できているのだろうか。人は 他の誰かの人生を生きることはできません。自分ができることは自分の行動を常により良い状態を保ち生き続けることだけです。しかし、この一つ一つの行動の塊が今の 大変な世の中であっても必ず明るい豊かな社会として築いていくことができる私はそのように確信しております改めまして私は公益社団法人日本青年会議所2021年度会頭に立候補いたしました関東地区神奈川ブロック 一般社団法人、横浜青年会議所の野上明と申します。2013年、地域の中で経営者の仲間を作りたい。そして、勤めていた会社の社長である私の父親から、業務命令だ。その一言で、この青年会議所の門を いただきました当時の私は右も左もよく分からずただひたすら言われることにただ従いそんな中でも懇親会にはほとんど出ないそんなメンバーでしたこんな私でありますけれども本当にこの青年会所の中ではさまざまな方々に 支えてていいいただいただなとううふうに感じております経験が乏しいがゆえに、未熟な知識を持って、ある意味、反抗的な態度を取っていたときにも、あるときは、理路整然と、そして、あるときには、問答無用の、 圧倒的な態度で当時の私の未熟な価値観を壊し成長へ導いてくださった多くの先輩方がいらっしゃいます私はそのような経験に基づき自分という人間を多くの人に知っていただくより誰か一人の人生を 変えることができるのがより重要なことなのではないかというふうに考えております。もし他の誰かの人生を変える力を持っているのであれば、それはまた他の誰かの人生を変える力でもあります。そのようにして、一人一人が変化を起こし、地域が変わり、 国家が変わり、世界が変わる。そのような機会をいただけているのが、この青年会場であると、私は思っております。確かに、社会情勢は大変な状態であります。しかし、私たち一人一人は、 自分たちなら何とかできる。そのような生きがいを持って、誰もが挑戦できる幸せな国。そんな日本が今,の今なのではないかというふうに確信しております。すべての人々が笑顔で生きがいを持てる。 日本を実現し、それぞれの地域が光を放ち、時代を変革する。2021年、私はこの国を本気になって変えられる、そういう思いと、最後まで諦め続けずに、 アクションを起こす私自身がアイデアとアクションの起点となるそのために精進してまいります今後とも何卒ご支援ご指導賜りますよう何卒よろしくお願いいたしますありがとうございました 野波回答当選者、ありがとうございました。それでは、石田回答、野波回答当選者は、ブルーカーペットの,の上にご移動ください。 以上をもちまして、公益社団法人日本青年会議所2021年度回答当選人報告会を終了させていただきます。ありがとうございました。